ワンカップ大関ワンカップ大関は大関株式会社が1964年に発売した日本酒。1号瓶入り日本酒、カップ酒として初めて発売された製品である。ワンカップの通称で親しまれている。なお、ワンカップ、ワンカップ大関は同社の登録商標であるが、ワンカップは他社も別分野で商標登録している。本製品はワンカップ。 カップ酒と総称される1号程度の広口ガラス瓶にアルミニウム貝を施した一人用飲み切りパッケージのスタイルを創生し、細口瓶やとっくりから酒杯に注ぐ伝統的な飲酒法や立ち飲みスタンドでのコップ酒とも異質な新しい日本酒商品として市場に迎えられた。1970年代以降は同業他社も追随日本酒の消費形態に 従来よりもカジュアルなスタイルが定着した。ワンカップは当時の大関社長、10代、小部文次郎のコップをそのまま酒の容器にしてメーカー名の入ったラベルを付けて売り出すという提案を受けて商品化が企画された。カップのデザインは飲みやすい広口瓶の瓶型を東京芸術大学の小池岩太郎、青地に白抜きでワンカップの文字が入ったラベルを 東京女子美術大学の松川進二の二人が中心となってまとめた。当時の日本酒の瓶ラベルは漢字かかなのロゴが当たり前でアルファベットのロゴは珍しかった。当初はワンコップという名称にするつもりであったが、当時東京にあった立ち飲みやワンコップスタンドと似ているため安酒、立ち飲みというイメージがついてしまうのを懸念し、ワンカップとなった。百六十四年十月十日、 ワンカップは東京オリンピックの開会に合わせて発売された。当時の日本酒は一商品からとっくりへという低軽消費パターンが出来上がっており、コップ酒は安酒、一杯飲みや立ち飲みといった規制イメージが強かった。ワンカップはいつでもどこでも飲めるおキャッチフレーズに手軽さ、利便さという当時の伝統的な製酒にかけた商品特性を全面に出し、 伝統的な消費パターンにとらわれない若者をターゲットにして売り出された。発売直後の売れ行きは、冷酒、コップ酒は品が悪いというマイナスイメージもあり、ヒットと呼べるほどではなかった。しかし、1966年に鉄道交際会からの要請で、新宿駅と上野駅の駅売り店で販売されたのに、続いて、1967年に種類業界で、 初めて自動販売機を設置するなどの販売努力もあり、固定観念にとらわれず、ライフスタイルの変化に対応する新しいパッケージングのワンカップは、規制のマイナスイメージを克服して徐々に消費者に浸透し、売り上げは次第に伸びていった。1971年にはワンカップの好調を見た他の製酒業者が続々とカップ酒を発売した。大関は、 1973年には、ラベルの裏側に、日本の風景などの写真を、カラー印刷した、ワンカップフォトが入った商品を発売し、テレビ CM には当時若者に人気が高かった、タミヤ郎、萩原健一などのタレントを登場させた。1990年代は、田村正和と中島美紀が共演した CM も話題になった。このか田村は、小沢健二、 加藤玲子とそれぞれ CM で共演した。ワンカップは売り上げを伸ばして1979年に年間1億本の売り上げを達成し、後発カップ主商品の追随を許さない圧倒的なトップシェアの地位を築いた。同年に日本醸造協会は種類の振興への貢献に贈られる石川や八郎賞をワンカップに授与している。バブル崩壊を境に日本酒市場は 縮小傾向が続いており、ピーク時の1993年には年間1億4000万本売れたワンカップも最近は年間8000万本ほどに減っているが、カップ酒の定番商品として定着し多くの消費者に飲まれている。2011年には発売から47年目にしてモンドセレクションに初出品し、モンドセレクション金賞を受賞した。以後、 2016年まで6年連続でモンドセレクション金賞を受賞している。2014年は発売50周年にあたり、サスハラリの CM に起用したワンカップ大関と同じ形のガラス容器かワンカップコンパクトと同じ紙カップで発売されているため、便宜上この項で取り上げる。 以下の製品は2019年中に販売されていた http://www.ozeki.co.jp:/newsr.e/.news201703022html-http://www.ozeki.co.jp://newsr.e/.news201 七零三零二一 html ありがとうございます。